黒田光行は、筑前福岡藩の第三代藩主。寛永五年5月16日、第二代藩主、黒田忠行の長男として、筑前沢良郡橋本村の別邸にて生まれた。なぜこのようなところに生まれたかといえば、父の忠行が即室で聖母の坪坂氏を嫌って、筆頭家老の黒田一貫のもとに預けていたからである。女王三年、父の死去により、家督を継いだ。 すでに、福岡藩の財政は忠行末期から急防化が始まっていたため、光行は厳しい倹約令を出して、反省改革に取り組んだ。光行は、武断よりも文字を好み、父忠行に仕えていた儒学者、貝原駅倦を再び召し抱え、黒田家の伝承を集めた黒田家府などを編纂させている。それまでの保守的な重心を遠ざけて、 新山の鎌田正勝や博多南房流を創始した立花重根を過労として新たに登用した。また、福岡城三の丸に広大な下の屋敷を造営し、新たな館にした。遠方5年2月、着難の綱これを拝着して、あずま連次藩を継いでいた四男、長官を後継ぎと新たに定めたが、これが原因で過労が処分されるなど、藩内に、 大きな混乱をもたらす羽目となった。なお、この寒天ら2年には、朝鮮通信使の接待を担当している。元禄元年12月9日、綱政に家督を譲ったが、晩年には、その綱政とも対立している。法永4年5月20日、福岡にて死去した。去年80。法法は、エリューイン・アツシさん、そ誠。三幸の時代の大きな事件は、 黒田藩の御用商人である伊藤小左衛門による朝鮮との密貿易が発覚し、幕府の権威を避けるために小左衛門一家を処分したことである。朝鮮貿易は津島府中藩層家の戦艦である中、朝鮮国の管理は伊藤小左衛門との密貿易を認めている。この密貿易が問題となった一因は、密貿易の品々の中に武器が含まれていたことにある。この一件は、 後世、近松門左衛門による浄瑠璃の題材となり、博多少女朗朗枕、歌舞伎では、恋港広史達を通称、毛ぞりとして作品化された。三幸は荒廃していた飛鳥時代創建の太財府の漢字、漢字音字、階段院を、豪商天皇寺や、浦良、夢夫妻に命じて再興させた。四つおつなさの性質で、東蓮寺藩主時代に、筑後柳川藩、 立花家から腰入りした六姫に対し、私が亡くなっても、黒岳の奥の管理をよろしくこうとの書状を残している。また、秘伝の姫君として、逸話の残る三幸の次女、松平悦子の墓が、岩手県欧州市の水卓公園にある。また、日本三大名家の一つで知られる、鶏卵そうめんは、その考案者である、初代松屋理江門から三幸に献上され、 黒田藩御用菓子と認められたことで全国に広まった。江戸、麻布に母、母坪、坂氏を弔い、天神寺を混流している。三幸も父忠幸と、同様、高野山新言宗を信仰し、高野山の黒田三幸病は、幾多ある黒田家霊病の中で、空海病に一番近い場所にある。聖母、守る寺院ーン、聖室。 宝行員の巨大な取り付子供養塔も近くにある。ありがとうございます。